まずですね、ADK というのは USB でスマートフォンにつながるキットです。アクセサリーデベロップメントキットっていうんですけれども、中身はアルディーノメガと USB ホストになっていて、でこの USB ホストがつながると、今電源入れますけども、つながると、こちらの方からどのアプリを使うかというのを自動的にスマートフォンに通信をします。でスマートフォンはその該当するアプリがあれば、このように自動的に立ち上げて、で今からお見せする、じゃあこの ADK のシールドですね、 ADS と言いますけれども、アクセサリーデモシールドの方で動くデモの方をお見せしたいと思います。でこちらのデモはですね、この ADS の上に乗っかっているスイッチだとか、これスイッチですね、それから、ここについているフルカラーの LED、 今ちょっと色変えてみますけども、例えばここですね、色変わりましたよね、今こんな感じ、こんな感じでフルカラーで色が変えられます。もちろんこの真ん中のやつも色が変えられます。この方がいいかな、こんな感じで色が変えられます。でそれからリレーが2つついていて、こんな風にリレーでここから出力があるんですけれども、リレーのオンオフがここでできます。もちろんソフトから自動でやることもできます。で今ちょっと LED を消しましょう、眩しいですからね。今ここサーボモーターもつながるんですけど、ちょっと今つけてないのでお見せしませんけども、サーボモーターもこんな風にスライダーで動かすことができます。であとですね、こちらの方にジョイスティックがついてますので、ジョイスティックでこう動かすと X と Y のデータがこうどんどん変わっていきます。でおまけにここ Z 軸ついてますので、ボタンを押すとこんな風にボタンを押しましたよっていうのも出すことができます。なんでこういうものを使ってですね、自分のオリジナルの何か、ゲームですとかアプリケーションを考えて作っていただくためのテストのボードのセットになっています。またですね、温度センサーとかライトセンサーとかもついてますので、ここ見えますかね、これ温度センサーと、あとライトセンサーですね。ライトセンサーはこう暗くなると分かるようになってるんですが、ちょっと今ここ明るすぎるので指ぐらいで隠したぐらいではちょっと遮蔽ができないですね。で温度センサーもですね、温度変化するのにすごい時間かかりますので、こう指でつまんでるとだんだんこうじわじわって上がってきたりとかするんですけども、今ちょっとこのビデオの中で変化させるのはちょっと難しいです。でこんな感じでですね、これが Google のページからダウンロードできますので、そのダウンロードしたページのソフトはすべてこの ADK、ADS で試すことができます。Google からもオフィシャルでリファレンスボードとして紹介されていますので、ぜひ使ってみてください。それではですね、次に今度モーターですね、これ双葉のサボモーターですけれども、モーターを動かすためのデモをしてみたいと思います。今この中にこのモーターのモーションデータが入っていますので、ここで生成したモーションデータを ADK に送って、 ADK からは RS485 のプロトコルに変換してこちらのモーターに戻すというような手順で動かしています。ではちょっと動かしてみましょう。今レージをかけましたので、ちょっとこうクイクイクイというような動きを、でそれとかまあ普通にこういうような動きもできます。これも皆さんお好きなように作っていただいて、動作を作ればいいかなというふうに思います。まあ、このようにしてですね、ロボットであったとしてもリアルタイム性がどうのっていうふうによく言われるんですけれども、モーターの方もインテリジェント化してしまうことによってリアルタイム性はそちらで確保して、リアルタイム性がないと言われているようなスマートフォンでもロボットが動かせるようになりますので、皆さんのこのイマジネーションをですね、膨らませていただいてアプリケーションを作っていただければなというふうに思います。